ミュージックマスクラです。ジョージでーす。ブルタスです。前回に引き続きブルタス君に来ていただいてるんですけど、前回の動画ではね、ベーシストに教わるリズムトレーニング編っていうのをやりました。皆さんやりました？まだ見てない人はね、ぜひ前回の動画ご覧になってからこっちも来てください。今回は応用編みたいな感じで、もっと難しいのないのっていう欲が出てきちゃった人たちのためにまたねベーシストの知識を借りようとしております。僕ネタ考えなくていいから楽ちんなんだけど、前回は何やったんだっけ。前回は、メトロノームを使ったトレーニングで、まあ表で裏で16部の4つ目で16部の2つ目でここにメトロノーム合わせてキープしていく4パターンのメトロノームを使った練習をやっていきました。で今回は、まあ、ちょっとそれの応用編というか、自分はキープするんだけどメトロノームがだんだんずれていくっていう、ね、待って、機械がずれていく。そう、どういうこと？機械がずれていく。機械がずれていく。自分じゃなくて機械がずれていく。自分はあくまで16部で普通に取ってなきゃいけないんだけど、機械はずれていくと。機械はずれていくと。そう、でも実際ずれてないんだけどね。ずれてないんだ、どういうことそれっていう。まだねちょっとね分かんないですよね、言ってる意味分かんないんだけど、どういうもんかは何だろう。ちょっとやってみようか。あ、じゃあもう先に見しちゃいますか。じゃあデモンストレーションご覧ください。感じのデモンストレーションであってますが、いかがでしたでしょうか。これ激ムズじゃない。これね、ムズすぎない。ちょっともうね、事前に僕実はやってるんですけど、やばいんですよ、取れない。やばい、これは自分のリズム感の甘さをちょっと再認識したっていうか、てかできるこれ、みんな普通にありえんくないってぐらい難しいんですけど、これどうなってるの。これはつまり、まあ、16部にした時に、最初表で鳴る、表鳴る、で次が4つ目で鳴る、うん、タンタンタンでタンタンタンで、次が裏になって、で次が16部2つ目になって、つまり普天8部で鳴ってる。普天8部で鳴ってると、はい、それがだからさっき言ってたこのどんどんずれてくやつの正体だよね。そうそうそう、この2で鳴る時もある、3のとこに来るみたいな時もあって、そうそうそう、バラバラになるからメトロノームがだんだんずれていくと。そうだけど、あくまで16ぐらい取ってると。なるほど、なるほど。これ練習する時、今のテンポだと、まあ、自分はテンポ60で取るんだけど、60メトロノームは80にして設定するとちょうど普天8分になるので。ああ、なるほど、はい、それでやってみましょう。いやー、これやばいね。じゃちょっと、僕体験してみたいと思います。
い、こんな感じで、いや、むずすぎるって。これ、裏で結構練習してますかね、僕。何回も撮って。ダンスの難しい、これ。で、これは今どんな感じになってたかっていうと、まず最初のやつは、弦を3本使うことで、簡単に1ループできるようになるので、まず弦3本だけ使って、普天の感覚、普天のその感覚というか雰囲気というか、それになる。でもよく考えたらギターだったらまあ6本あるから、まあ僕7本だけどね。要は3か6だったら多分行って帰ってくるだけでも掴めちゃう。ベースだとね、4本とかあるからあれなんだけど。まあ4、5とかね、微妙な数字だもんね。そうそうそう。なるほど。まあとりあえず最初は3か6で。普天の感覚使いましょうと。掴んで。で、慣れてきたら、まあそうね、今ギターで言っちゃったからあれだけど、まあベースの場合は4本、普通4本だから、そう。なかなかね、戻ってくるのが難しいので、あえて、まあ、ギターでそれやってみてもいいのかな。なあ、7だから、まあ、不規則になるしね。そうです。7弦だったら、まあ、7から始めれば不規則になるし、そうそうそう、逆に、そうだな、5弦から始めてみて、やるとか、そう。ちょっと、変則的にやった方がね、そう、確かに。4もね、あの4弦分でやるのと3弦分でやるのと全然感覚違うからね。そうそう、イメージが全然ない。ずれてく、ほんと。これ難しいね。うん、だまさに今俺とジョージがやったその4弦だけで使う、ギターだけどあえて4弦だけ使うっていう方が難しいかもしれない。確かに本当にこの弦の本数ここだけでやってるだけなのにこんなに難しいとは思わなかった。これがねリズムトレーニングですよ、本当の。これできるようになったら絶対リズム感良くなるよね。間違いない、ね、間違いなしだね。今回やってたのがリズムトレーニングの前回の引き続きの応用編っていうことですよ。これはどの楽器でもおすすめ。ドラマもおすすめです、これは。ああ、ドラムとかもね。普天でずらしながら8ビートを叩くっていうね。あ、なるほど、なるほど。まあでも、これ見てる人は多分ギタリストが多いと思うので。まあ確かに。ギタリストはね、リズム感ない人結構いるんですよ。多い。僕も頑張んなきゃいけないってことで、皆さん一緒に頑張りましょう。頑張ってください。という感じで、この練習おすすめでございます。うん、はい、この動画が面白いなと思いましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。クラーちょっと待って、なんて言ってたっけ俺。でもジョージですって言ったらブルータスですって言ったら、そうだ思い出した忘れてんじゃん。これ NG だな。これでしょ。で上まで行くと、ちょっと待って今ミストだよ。だからいけるんで。